達成しましたね。1000人登録突破しました。ありがとうございます。<laughs> はい、ちょっと歯切れの悪い言い方だったな <laughs>、はいえー。今日はね、あの、<laughs> 待ちに待った、えー、登録者1000人達成しまして、本当にありがとうございます。ということで、ライブ配信させていただきました。はい、もうなんか、お一人の方がすでに待ってくれてたみたいなんですけども、はい、ありがとうございます。ちょっと音とか大丈夫ですかね。えー、ちょっと移動させて。 ちょっと画角がね、あんまり気に食わないんだけど、こっち、ちょっと、この手ずらした方がいいかな。うん。はい、これで大丈夫かな。はい。いかがでしょうかこれ聞こえてますかねはい、本当にありがとうございます。ね。あの、先ほど、告知のサムネイル作らせてもらった時100、1004だったんですけども、なぜか今、1003になっておりますね。ちょっと更新してみようか。もしかしたら、増えてるかもしれないけど。 はい、えっ、ー、と、1000、今、何名でしょうか ?1003 のままですね。はい、ありがとうございます。なぜか1人減ってる。まあ多分ね、アカウントが消えちゃったんでしょうね。はい、<laughs> というふうにポジティブに考えておりますけども。まあ、いろいろ、もう早速ね、僕よりは早く気づいて、昼間に1000、えー、人達成おめでとうございますというコメントいただいた、してくれた方とかね、えー、いまして、本当にありがとうございます。あ、今、3名になった。ありがとうございます。 よければチャットとかね、していただければと思います。今、こっちのモニターで見ております。はい。いやそれにしてもね、今週は怒涛のお仕事入ってきて、本当にありがたいことに、本来思ってた、えー、便利屋の仕事っていう感じの生活になってますね。一週間、月から金まで仕事が今、詰まってる状態です。初めてです。今週だって初めて。動画の調子も良くて、仕事の、まあ、入り具合もいい感じですね。 え月曜日が、まあ、今週は休みだったんで祝日だったんでまあ火水今木と3連茶で仕事入っていますで明日も仕事で土曜日も仕事が入ってるんで5連茶で仕事が入ってるということですねで一軒一軒の仕事の単価も今上がってきて最初ね5000円とかでやってたんですけど今日の えー、伐採ですね。家の周りの伐採。今日8時間やってきたんですけど、まあ近々出そうと思ってますけども、8時間で4万円の作業料いただいたりとか、昨日だと7時間で3万2千円の作業をいただいて、あさってまた同じ、えー、お家に行ってですね、えー、続きの仕事と家の壁を掃除するっていうね、そういう仕事をいただきましたね、えー。また行ってくるんですけども、はい、非常に順調ですね。しかもリピーターの方がね、 ちらほらいらしてくれて、その方がまた仕事をくれてるということで、本当にありが,とありがたいですね。えー、今日も以前、今日の、えー、お仕事は以前、木の伐採性、6メートルの木を、えー、命綱なしで伐採したっていう動画があったと思うんですけど、それの、まあ、続きですね、伐採した枝をまず片付けるっていうやつと、その家の周りの木を切っていくっていう仕事をやらせていただいたんですけども。うん えすごくそれもまたねなんかじゃあ続きお願いしますということで言ってくれたんでありがたいなと思ってやっぱ一度ねお会いするとなんか信頼っていうかまあフィーリングなんでしょうねはいまたお願いしますというふうに言ってくれる方もいるし、まあ、1回で満足する方もいるしはい本当にありがたいでしかも家の近所ね今日はまあ近所って言っていいのか分かんないですけど自転車で30分ぐらいの距離ですね 7キロ、8キロぐらいですねで。明日行くのが12キロ、片道12キロの距離を自転車で、まあ、50分かけて行くわけですけども。最近もう足パンパンになるぐらい走らせていただいてます。ありがとうございます。そして今僕、痛風なんですけども、なかなかね、処方箋もらうために先生に会いに行きたいんですけど、松戸にあって、今僕、市川なんですけど、松戸の病院に行ってて、 まあ知り合いのね、野球仲間の先生がやっている病院なんですけど、まあ、そこで、えー、まあ見てもらってるんですけど、なかなか処方箋もらいに行けないんですよ、今。ありがたいことに仕事が立て込んじゃって。で、これ今、ライブ配信やってますけど、そのライブ配信の前にも、今75分、いつも通り、えー、火曜日と木曜日ね、英語のレッスン、トイックの800点目指している方のレッスンがあったんで、そのオンラインレッスンさせていただいてから、これやってるわけですね。だから今、10時半なんですよ。 いつも9時から10時15分までレッスンやっていますので。はい。えー、それで今、えー、この時間になっているということですね。はい。M リーグ全市長のために、えー、なんだこれ。退職男。<laughs> あ、はいはい。えー、で、えっ、ー、と、収益化おめって書いてあ,るありがとうございます。はいはい。これメッセージかと思ったら、 登録名なんですね。アカウント名。以前もいらしてくれてましたね。ありがとうございます。いや、ほんと収益化ありがとうございます。おかげさまで。毎日、これで楽しみになってきます。いや、長かったね。えっ、ー、とじ、10、10ヶ月。このチャンネル作ってから多分10ヶ月ぐらい経ったと思うんですね。最初の頃は、収益化無理だろうと思ってね。とりあえず、なんかやる、せっかくやってるんだから、記録残しときたいなと思って、 動画撮ってアップしてた状態ですね。で、まあ20か30再生ぐらいしかされなかったんで、まあ、放置してたんですけどこ、今年の6月からまた新たに仕事が入りだしたので、そこからまたアップロードし始めたら、まあまあ200とか300とかあったんで、じゃあ続けてみようかということでやりだした。7月、8月ぐらいから真面目に動画作ってアップロードし始めたら、まあ 見てもらえて。で、極めつけがジャングル伐採動画ですね。あれがもう運命の転換点だと言っても過言じゃないです。今16万再生されてまして。あの動画が後押ししてくれたおかげで、あ、もしかしたら1000人達成できるのかなってね。あの動画のおかげで600まで来きましたからね。で、そっからまあ1ヶ月ぐらいで1000人達成ということができたんで。よくね、言われるのが、 えっと、YouTube の再生数っていうのは、こういう、こういう感じで上がるんじゃなくて、こういう二次曲線みたいなね。二次関数の曲線みたいな感じで伸びていくんだよ。だから、500までがしんどい。500達成したら、もう今までの数、3分の1とか4分の1の期間で、こう、ぐっと上がっていくよっていうことだったんですけど、まあ、その通りでしたね。はい。それは皆さんのおかげですね。僕がアップするたびに、すぐに視聴してくれて、 で、いいねとかつけてくれるから、あの、YouTube さんが、この動画はいい動画なんだ。だから、おすすめに載せてあげようっていうことですね、えー。おすすめに乗り出してからはすごく楽ですね。おすすめに乗るまでが本当大変なんですよね。検索ワードを駆使したりとか、そういうのをして、えー、どうにか皆さんの目につくようにしていったということですね。で、あと、えっ、ー、と、維持率とかね、平均視聴率とか、 あとイン、インプレッションクリック率ね。これがまあ11%とかあればいいんですけど、まあ9%でもまあまあいいですね。7以上あればまあいいとされているので。あと、平均視聴率も20分動画だと40%あればいいかなっていう感じなんで、ちょっと、えー、アナリクティクスは見したらダメなのかな。ちょっとそのあたりわかんないで、まあ、やめておきましょうか。<laughs> せっかく収益化されてすぐに消されても嫌だから。<laughs> はい。 はい。パートナープログラムね。今日ね。えっ、ー、と10、10、うん。あ、500人達成した時点で、ちょっと一部はね、この YouTube パートナープログラムに参加できて、で、えっ、ー、と、まあ、メンバーシップ登録の募集ができるとかね。そういうのができたんですね。あと、スーパーチャットで収益を受け取ることもできる。スーパーサンクスもできるということだったんですね。だから、一応、収益化は500の時に一部できてたんですね。 で、今回今日1000登録者突破した時点で、す、え、べ、ー、ての動画に広告を入れることができるようになったっていうことですね。普通、そこから審査で1ヶ月ぐらいかかるんですよ。でも、すでにあ、あの、パートナープログラムに承認されていたんで、えー、だからもう1000人突破した時点でもう広告がつけれますっていうふうになって、僕も初めての経験だったんで、知らなかったんですけど、はい。だから、あまた、 今日、1000人達成したから収益化まで時間かかるなと思ったんですけど、もう収益化 OK ですよってなったから、超嬉しいですね。まあおそらく一つの動画アップロードして、コーラ2、3本た、まあ、飲めるかなっていうぐらいの広告収入だと思うんですけど、それでもありがたいですよね。うん。だから動画アップしたり、このね、えー、現場に行く最中に、 おめきって今ね、コーラね、180円じゃないですか、自販機で買うと。その高級なコーラを飲むことができるってね。今までだとビール飲む感じだったんですけど、痛風になって今2か月間禁酒してますから、えー、ビール飲むんじゃなくて、今コーラに、えー、そのシフトしてますね、自分の飲みたいもの。はい。お、えー、と、続いてなんかチャットありますね。千人達成記念に安全、 安全等を買ってください,い。安全などを買ってください。ひよたまさん、こんばんは。1000人達成おめでとう。ありがとうございます。はい。あ、今13名。すごい。こっちも今調子良くなってますね。十三人。平日で13人。すごい。この間は9人、9人止まりでしたけども。ありがとうございます。あ、いいねも。もう5つ。ありがとうございます。 やっぱこの節目で動画アップするっていいですね。記念日的な感じで。はい、いやー嬉しいですよ。もうなんか1000人あんまり意識してなかった最近はもう動画アップしてどうやって皆さんを動画に食いつあのつなぎ止めておくか。なんか30秒の間に離脱する方がもう6割7割だったんですけど最初からもう20倍速の動画を最初からボンと。 アップするようになってから30秒の間で離脱する人が3割程度に抑えることができたんですね。だから7割の方がずっと見てくれてる。つまり僕の動画に期待するものは何かっていうととりあえず早送り。早送りでなんか作業がバーって進んでいく草刈りとか伐採した時にこの枝がパパパって切れていく感じ。それが楽しいのかなっていうふうに仮説を立ててやってて。 まあ、数字がそれを物語ってるなとっていうことで、僕の仮説は、まあ、まあ、一定数の方に対しては合ってたのかなっていうふうに今思ってますね。だからその路線でこれからも動画をアップしていきます。今まではね、現場のこの動画をまず撮って、今からこれを、えー、伐採していきますとか、草刈りやっていきますとかいうのをやってたんですけど、そのトークしてる間に逃げていくんですね、皆さん。<laughs> はい、じゃなくてもう20倍速でバーって流してるやつが多分いいんでしょうね。 まあ最近歌とかでもイントロが短い歌が流行るじゃないですか。あれとか TikTok とかねあんな感じでもう30秒動画とかにみんな慣れてるのでもう30秒で判断されるんですね。はい、で今日のライブ配信の最初は僕は今失敗したと思います。ハぎの悪い挨拶から始まりましたよね。<laughs> はいもうまだまだなんかこのなんか改善の余地があるっていうかねもっ,ともっと練習しろよって自分で思います。 で今日の伐採ね、また動画出しますけど、最初ね、もじもじするんですよね。現場行っていつもね、何からやっていいか分かんないんですよ。でこれからやったらいいのかないや、こっちかなとかって迷い出すんですよ、ね。あの、暴走シート貼るのもそうで、いや、どっからやったらいいかないや、こっちやるとん効率悪いから、いや、こっちやってる間にここの砂利乾かしてとか考えながらやってるんで、もじもじタイムっていうのがあるんですよ。もぐもぐタイムじゃなくて、僕の場合、もじもじタイムなんですよ。 途中全然僕もぐもぐしないですよ。今日も8時間ご飯食べずにずっと水だけ飲んでごくごくタイムだけあるんですけどもじもじタイムばっかりです。だからもじもじ考える時間なければもっと早く終わったんだろうなっていうふうに僕思うんですよね。それはまた経験が足りないからですね。ぜひともこの動画を見ながらですね、皆さんはこの経験値がどれだけ上がっていくか、どれだけ、えー 要領良くなっていくかっていうのをね、半年前と今で見比べてもらったらいいかなとか思ったりね。結構ね、あの、来週、フェンスを、フェンスに巻きついたツタをね、除去するっていうどあのお仕事をね、YouTube 経由で、えー、いただきまして、はい、YouTube 第2号かな。2号のお,しお方で、本当にありがとうございます。明日が第1号のお仕事をくださった方なんですけど、第2号の方は近所の方で、 自転車で5分ぐらいのところにあるところの、まあ、でっかい敷地があってそこの周りのフェンスに巻きついた鶴を取っていくっていうお仕事なんですけどもその方が言うにはなんか見てるうちにあだんだん上手くなっているって思ってくれたらしいんですよね。まあ、何を見て何と何を比べたか分かんないんですけど、まあ、なんかフェンスによろけて有刺鉄線がぶっ刺さった動画も見てくれてたんで結構見てくれてたと思うんですけど。 まあ、その人曰わく、まあ、3ヶ月前の僕よりは今の方が容量良くなってるとうまくなってると <laughs> いうことらしいんで今後もおそらく伸びしろはあると思います、はい、しゃべりもまだまだだし、えー、あれですね、えー、その作業も作業ももじもじタイムがいろいろあるのでそれをこうどうにかう、まあ、な,なくしてもうささっと始めるってねまず 仕事する前に、この動画撮るね、画角決めるんですよ。この、えっと、GoPro とかね、スマホこう置く位置でどこを撮るか、ああ、逆光だったとかね。まあ見てもらってわかると思いますけど、最初逆光だったんですよ、今日ね。やってて。でも、どうしてもその画角しかなかったんですよ。もう木がうっそうと茂ってるから、もうそこしか置けなくて。で、さっき動画見たら、案の定真っ暗でしたね。逆光だったんで。 まあそういうのをまた経験して、反省しての繰り返しですね。反省、実行え。実行、反省、改善の繰り返しですね。はい。えー、はい。えー、っと、何ですかひゅうたまさんの後は、だるだるさん、えー。ぴったし1000人突破。おめでとうございます。え、マジでぴったし1000人突破ってことは、今、1000人に減ったってことということは、ちょっと更新してみよう。 何人今何,何人何人あ、1005! いやいやいや増えた増えた。ぴったしじゃないじゃない。よかった。2人増えましたね。1004までいって、1003までさっき減ってたんですよ。で、今、1005に増えましたんで、よかった。ありがとうございます。これ気になるんですけど、この YouTube のね、収益化して広告を挟んでると思うんですけど、その広告挟んだ後に、1000を割った場合、 999になった場合、収益化取り消しになるんですかね。このあたりちょっと不安なんですけど、大丈夫かな、うん、なんか嬉しいですよね。このカップがあって、チャンネル登録者数300人、3週間で好評ですとかね。こういう評価いただいたり、視聴回数、過去28日間で34万再生。うわーありがとうございます。総再生時間、3万ですよ。ああ。 YouTube の収益化の条件っていうのは4000時間と、うん、視聴、そして1000人っていうのがあるんですけど、4000時間でいいんですよ。4000時間でいいのに、ね、もう3万。この過去28日ね、ここ28日間で3万ですから、余裕で超えてるんですよね。この1000人の達成が難しいんですよね。なかなか僕みたいなね、45のおっさんの動画をまた見たい、 いいいいいななととか思思って登録しよううう人いないと思うんですすよよねここ達成が難しいんですよでもなんかねコメントをくださる方でなんか「勉強になりました」とかねなんか「元気もらいました」っていうコメントをくださる方がいるんですけど「本当とすか?」って自分なりに思うんですよ。何の勉強になるんだろうこのこの動画見てって思うんですけどね。まあちらほら便利屋の方が僕の動画見てくれたりとかして、えー、くれててまあ 勉強になるという方はいると思うんですけど他は何だろう何の勉強になるのかな、まあ、たまに草のうんちくとかね、えー、したりしてるんですけどでまたその僕の浅いうんちくを訂正してくれる人もいるんですよねいやそうじゃないよって土が水を弾いてるんじゃないよ油が弾いてるんじゃないよただ単に乾燥してるからだよとかね <laughs> あとは、えー、と器具のアドバイスとかね えー、釜じゃなくて、なんだろうかな、なた釜ってやつかな、があったら、それ、その方がやりやすいですよとかね、道具の提案とかね、電動のこぎりの方がいいですよとかね、言ってくれたり、電動のこぎりがいいのは分かってんですよ。分かってるんだけど、どの、どの型番まで教えてほしいですね。<laughs> どれがコスパいいのが、見たかとか、なんかあるじゃないですか、あのメーカーね、のどの商品。 まあ、8000円ぐらいのやつがあればいいなと思ってるんですけど、僕も一応、めぼしいの見つけてるんですよ。ただね、今ね、自転車で移動なんで、なかなか詰めないっていうのもあったり、あと、電動のこぎりっていうのは万能じゃないですよね。どうしても細かい作業をするとなると、ハンドルのこぎりの方が絶対いいです。はい。周りを傷つける恐れがあったりとか、まあ、前の動画でも言いましたけど、えっ、ー、と、 あれですね。難点。難点の木を切るときは、絶対ハンドノコギリがいいです。難点ってこう、プルプル震えるんですよね。細長くて。それを、電動ノコギリで切ろうとすると、プルロルロロッと震えるだけで、全然切れないんです電動ノコギリがいいのは、ぶっとくて、すごい分厚いやつね。それを切るときは、もちろんいいです。でも、細長いやつ。細長くて、ひょろ長いやつを切るときは、もう全然役に立たないです。あと、毛羽立ってるやつ。 あのまだあのフェニックスとかなんかヤシの木モドキみたいなやつあるじゃないですか名前また忘れたけどああいう木の周りに毛が生えてるやつあれを電動ノコギリやるとそのチェーンに絡まって全然良くないですあれはやっぱハンドノコギリの方がいいですねまあやっぱ適性があるんでねとなるとまあこの硬い木においてはすごい役立つ電動ノコギリするか万能な ただ、この、この作業。この作業が辛いんだけど、それさえ我慢すれば、OK なハンドノコギ。どっちってなったら、まず、ハンドノコギいいからやるっていうのは、まあ、分かっていただけると思うんですよね。であと、車買えとかね、バイク買った方がいいですよとかいう方もいるんですけど、もちろんそうだと思います。はい。いずれ買います。まずはバイクかないや、でもどうだう、僕一応、中面持ってるんですけど、中面持って、まあ、でっかいバイク買っていくのもいいんだけど、 そうなると、高枝切りバサミとかを積むときに、多分、積載制限があるんで、まあ、ぴーって伸びてるやつが出てたりすると、まあ、お前さんに止められて、これちょっと、高さ制限に引っかかるよとか言って、多分、切符切られちゃうと思うんですね。今、自転車だから、切符切られてない状態。だから、まあ、危ないっちゃ危ないですね。 ピョンって出てるんで、だから一応街路樹とか見ながら行ったり、看板とかね、引っ掛けてないかとかね、あと横を通るトラックのミラーとかに引っ掛からないかっていうのをビビりながら行ってます。はい。だからそういう状態早く脱しないといけないですけどね。早くこの軽トラなりワゴンを買って中に収納して安全に移動できるようにしないといけないですね。今ガソリンの価格もね、あの、補助金でのおかげで下がってきてるらしいんで、 今が買い時かもしれないですね。もしかしたらね。で今日、あと、まあ、伐採してもトラック、軽トラ2台分の剪定だが出たんですけど、それを、まあ、ゴミ処理場に運ぶっていう作業が必要だったんですけど、それができなかったのが、まあ、申し訳ないなって思いました。一応、ガレージが大きかったんで、ガレージに詰め込んで、それで終わりだったんです。まあ、まあ、結局、業者さん一緒に探して、お客さんと一緒に、えー、土曜日に、 二トントラックがやってきて、で、運んでくれるらしいんですけどね。今日の僕の作業量4万だったんですけど、その撤去費用、6万かかるらしいですね。はい。まあまあ、まあそうでしょう。それがかかるですね。処分費用も多分、1キロ22円とか25円とかかかるんですよね。多分、100キロぐらいはあると思うんで、100キロる2 5だから2、2万0千円合ってます ?2 万5千円なのかな。2500円なわけないですよね。 1>, 1キロ2 5円で100かけ、あ、2500円か。あ、そんなもんか。処分費はそんなにかかんないですねで。ガソリン代とか、あ、まあ人件費ですよね、一番高いのはね。それでも6万円ちょっと高いなとは思ったんだけど、うん、逆に、車さえ買えばそれぐらいの仕事できるんだと思って、また1段階上に行けますよね、きっとね。はい、じゃあ僕の場合だと、まあ3万円でいいですよって言えるしね、その代わり軽トラだから2往復しないといけないけどね。 二トントラックはさすがに今買えないけど、ゆくゆくはそういうのを目指したいですね。これがもしね、一万人とかね、登録者になると、そこそこ,こ、広告収入も入ってくるから、それをまた投資に回して、どんどん機材揃えていけたらいいなとかね。うん、もしかしたら今日、スーパーチャット、スーパーチャットでいいのかな。 投げ銭的なやつが入って、それで一気に買うこともできるかもしれないけどね。えー、今んところないですけどね。<laughs> そんなに甘くはないですね。そん,、ま、そんなに甘くない。一応ね、1七ライブもやったことあって、1七ライブだと、なんか、なんか、投げ銭おじさんっていうのがいるんですね。投げ銭おじさんがバーってやってきて、いっぱいバーって投げていって、ね、嵐のように去っていくっていう現象が起こってね、5000円もらったことありますね。うん、なんか、5万、 ポイント、50万ポイントみたいなね、いただいたんですけど、うわ、いくらになるんだろうって思って、えー、計算したら5000円でしたね。なんかね、17ライブの場合は、7割ぐらい17ライブが持っていくんですね。だから、自分に入るのは3割なんですね。だから、それ、うわ、うわーって思いましたけどね。それでも、まあ、ありがとうございますって感じだったんですけど、スーパーチャットの場合はそのままもらえるのかなその辺、よくわかんないですけど。 まあなんか応援したい方いたらあの別にね、スーパーチャットする必要もないですけど、ただ単だいいねボタン押しておいてもらうだけで全然ありがたいです。はい。はい。うん、えー、っと、ハンディさん、こんばんは。ありがとうございます。なんかこのスタンプをしてくれるのありがとう、嬉しいですね。はい。M リーグさん、野球寄りのね、えー、視聴者さんですね。コーチとしての桑田はどう評価していますかはあ、はあ ちょっと待ってくださいよ。僕が評価とかね、そんな言える立場じゃないですよ。あ、あと今15人の方が見てくれてますね。ありがとうございます。今日最高記録です。やっぱ1000人登録者になると15人の方が見てくれてるんですね。ありがとうございます。ちょっと身の引き締まる思いなんですけど。じゃあ質問に答えましょう。コーチとしての桑田、えー、どう評価してますか評価っていうよりも、えっ、ー、と、今、今の状態が非常に辛いだろうなと思ってます。はい。 今、なんて言うんですかね。えっ、ー、と、二軍三軍の総合監督ですよね。総監督っていう新たなポジションを作られて、二軍監督がいて、三軍監督がいる中で、総合監督っていう、よくわからないポジションを与えられてるんですよね。これがね、辛いだろうなと思います。はい。どこまで口出しているのかよくわからない。そして、選手がそ、長期で育てようとしてるんですよ。ピッチャーをね。 長期で育てようとしてるのにすぐに、えー、監督はこう使って、えー、短期間で消耗させてしまうっていうね大勢選手とかがすごい消耗させられようとしてるところをね酷使されようとしてるところを桑田さんがこう助けてですね守ってあげようとするんですねそうした結果ちょっとポジションが悪くなったっていうねそういうレンマがあるんですよ <laughs> 監督はどんどんん使いたいいたた結果を出したいからすぐに使うもうそれはプロの世界だからもうそうなんでしょうけどで桑田さんは長く活躍できる選手を育てたいので、えー、その球数制限とかをね、ま、守って肩の消耗肘の消耗をしないように、えー、守ってあげたい20代はまだ肩体作れますからそういった選手を守ってあげたいと思ってやってるんだけどまあね上昇軍団 であるからには勝たなきゃいけないからどんどん使うわけですね。だからそのジレンマがあると思うんですよね。で補強としてはバッターの補強が目立ちますよね。他球団から4番バッターをいろいろ集めてくるわけですよね。あとスター選手ね。バッターのスター選手いっぱい集まってきますよね。松田さんとか中田翔さんとか集まってくるけど、ピッチャーは外国人選手が来て4人に1人ぐらい当たるわけですけど。でも えー、マイコラスみたいな活躍した人はあの本国に帰っていくっていうね。まあそういうことで、あーまあ辛抱して2、3年ぐらい、3年ぐらいその育成ちょっと猶予を与えてあげてほしいなとか思いますね。やること自体はすごく楽しんでやられてると思うんですけども、すぐにピッチャーというのは育たないので、ちょっと長い目で見てあげていただきたいなと思いますね。うん バッターもそうですけどね、岡本和馬選手も8年ぐらいなかなか芽が出なかったのに、まあずっと使い続けたおかげで、やっとキャプテンとかね、もう日本を誇る4番バッターになったりするわけですから、やっぱ時間かかるんですよね。はい、えー、と、あとは、太田大志選手もね、8年間使いましたけど、えー、まあ我慢できずに放出したら、今度は <laughs>、 別の球団で活躍するってね。日ハム行って、今、ベイスターズですね。ベイスターズ合ってるか、うんえー、そこで今活躍しているっていうね。そんな状況ですからね。あと、田口選手もね、ヤクルトで大活躍しておりますから、なんで田口さんみたいなね、いい選手を。あとは、あた高木選手もね、高木隼人選手もセーブ行っちゃって、今、独立リーグで頑張ってますけど、あの二人はね、手放さずに、 育ててあげればよかったのにって思いますけどね。はい。長くなりましたけど、はい。えっと、野球の話してても、14人の方ずっと見続けてくれてるの、ありがとうございます。野球好きなのかな。割と僕のこの動画の年齢差を見ると、40代、50代を超えるんですね。で、8割ぐらいが男性なので、野球の話でも多分ついてこれると思うので、も、ま、う、あ、大丈夫かなと思って今喋らせていただいたんですけど。うん。はい。あ、で、 質問としては、コーチとしての桑田っていうことですよね。まあ、僕今、総合監督としての話をしたんですけど、コーチ時代、<laughs> 投資コーチの時ですね。まあ、うん、投資コーチになった時、すごく喜んでた、うん。周りが喜んでたっていうのと、あと、マットさん、息子さんが、<laughs> お父さんがすごい生き生きしているて。毎日が楽しそうっていうことを言ってましたね。今、うん、コーチ、監督とかね、やってて、えー、3年目ですけども、最初の時、 投手コーチ補佐っていうね、新たなポジションを与えられて、コーチ、えー、補佐になったわけですけど、その時はすごい輝いてたんじゃないですかね。楽しそうにやってたということで。うんまあ、一番身近なマットさんが言うんだから間違いないでしょうね。はい。さあ、なんか質問ある方どうぞ。じゃなければですね、えー、今までコメントしてくださった方々にコメントの返事をしていきたいなと思いますね。 公開済みで、えー、っと、対応済みのやつ。はい。いろいろ見ていきましょう。遡っていきますね。はい。えー、祝、千人、ありがとうございます。くね、今まで僕の動画を見てくれた方でしょうね。千人まで、あといくつとかね、いう話をしてたんで、それで連絡くれたんでしょう。はい。じゃ続いて、もっとアップにしようか。見やすいようにね。 このモニター使う方式どうですか <laughs> 他の人なかなかいないんじゃないですか <laughs> モ,フオフモフモフ大、社長モフモフ不動産さんぐらいじゃないですかはい。こんにちは。狭いところの作業は大変ですね。お疲れ様でした。そうなんです。狭いところ、本当に恐怖なんです。3、え十5センチの幅のところで作業してました。<laughs> 途中、フェンスを外したくなったんですけどね。抜根して、整地して、 で、えー、暴走シートシートわけですけれども、このね、作業してこう方向を変えたりする、しゃがんだりするときに、ベリベリって言うんですよね。この肩がね、この壁に擦れて、その壁がちょっとあのザラザラしたやつだと、こう、ベリベリって言うんですよね。それで、どんどん傷んでいってるのがわかるんで、ああ、またやっちゃったーっていうね、お気に入りのシャツが、あっていうね、ワールドペガサスのいい T シャツなんですけど、<laughs> ああ、今日これ着てくるんじゃなかったーとかね、思っちゃいますね。で ずっと同じ方向でこうしゃがむので、右、右斜めに、こう、右手を下に下げてね。なので、同じ方向ばかりに負荷がかかって、えっ、ー、と、右脇腹かなを痛めましたね。今も腰がちょっと痛いですね。本当と、肉体労働って感じがしますね。でも最近ね、草抜きがないので、まだマシかな。草抜きは膝にも来ますからね。あと4時間しか持たない。うん。 あの、しゃがんだ状態での作業って4時間が限界なんで、まあ、今日伐採8時間やりましたけど、伐採はしゃがまなくていいのと泥だらけにならないので、まあ、僕は伐採の方が好きかな。あと、単価がいい。うん、草抜きよりも単価がいいっていう。<laughs> はい、ありがとうございます。はい、あと、千人と、うわ、嬉しいですね。こうやってね、我が民っていうかね、我が民のように祝ってくれる方、ありがとうございます。しかも、この 何スタンプ、スタンプもりもり。いいですね。ありがとうございます。これ、これも嬉しいコメントでしたね。結構排水、マスキー。これ分かんない。これ読み方分かんないけど、そう、言うてることが分かります。排水の蓋ですよね。蓋を気にしながらやってたんでしょ。はい。シートを敷いてましたね。お疲れ様。そうなんですよ。この 蓋のところどうしようかなーって考えたんですけど、防草シート貼るときに、その蓋の周りをね、えー、この蓋,ご蓋の形に沿って切ってもよかったんですけど、話聞いたら、まあ、家建ててから10年以上、その蓋を開けたことないっておっしゃってたんで、まあ、浄化層だったらね、あの年に4回は絶対開けないといけないんだけど、他は開けたことないって言ってたんで、まあ、 <laughs> 上に敷いちゃってもいいですかっていうことを言ったら「もういいです」って言っててでその場所さえ分からないわかるようにしといてで必要になった場合こうベリベリって剥がせるようにこの切った破片を上にかぶせるっていう状態にしてでお届けしましたので <laughs> まあそのやり方の方がいいんじゃないかなと思ってじゃないとその隙間からね草が生えますからねもう徹底して。 防、えー、走シートー、シートを張って草が生えないようにしたいなと思ったんで、そういう決断をしました。その気持ちが分かってくれたのがめちゃめちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。はい。うん。はい。えっ、ー、と、おおーおおなんか嬉しいコメントありますね。ちょっと読みましょう。ちゃかめかファイヤーさん、おめでとうございます。で、土下座。で、土田舎で便利屋始めましたが、 チラシだけでは厳しくて困ってます。えー、やはり SNS の力必要ですね。高齢者のためにも、えー、ためにやってますが、高齢者はチラシですよね。ああ、なるほどね。ど居なんかどこなんだろう。ちょっと知りたいですけど、僕もね、市川なんでそこそこ田舎ですよ。で移動するときに、梨園とか田んぼとか畑の間をね、こう走るんですけど、それがね、なんか気持ちいいですよね。なんかトトロの あのね、あの舞台、さつきさんとめいさんの、ね、家の周りみたいなイメージがあって、とんも殺しとかあって、それがね僕は好きです、田舎道走るの好き。で、えーと、今は高齢者と言っても、40代、50代、まあ、60代の方も、YouTube 見てるらしいので、YouTube がまあいいんじゃないかな、でも YouTube が伸びるまで時間かかるんで、まあ、チラシ巻かなきゃいけない。 で僕はチラシをまいたけど、あんまり効果がなかったんですよ。600枚まいて、1万2000円の草抜きの仕事が1件来るぐらいのペースなので、チラシはあんまり、えー、効果がなかったですね。なので、まあ、おすすめとしては、暮らしのマーケットねあの、手数料はかかっちゃいますけど、まあ、あの暮らしのマーケットさんのおかげで僕は割と仕事をいただいているので、暮らしのマーケットさん、 登録してみてはいかがでしょうか？あれのいいところは暮らしのマーケット登録してない人でも検索に引っかかってくる。これがいいんですよ。どういうことかというと、まあ一応市川スペース草抜きとかって検索するじゃないですか？そうすると暮らしのマーケットで出品している僕のページが検索にヒットするんですよ。google でヒットするようにしてくれてるんですよ。だから暮らしのマーケットさんがすごい。なんですかね？アルゴリズム、えー、アルゴリズムないえっ、ー、と。 えー、し、えっ、ー、と、な、何対策っていうのかあれ、えっ、ー、と、あドバスでした。えっ、ー、と、検索対策してくれてるんですよ。上位に行くような、多分ものすごくお金かけて上位検索できるように、あの、なんかシステム屋さん雇ってやってると思うんですよね。そのおかげで、その利点を利用しつつ、僕も、僕の出展ページが上にヒットするようにしてくれてるんですよ。だから、 手数料取られはするけども、持ち出しはかかんないですよ。チラシのするのに600枚で僕今3000円かかってるんですけど、あとデザインもね、自分の、まあデザインは自分でやってますけど、まあそれの時間とかも考えると、断然お得ですから、うん、暮らしのマーケットからスタートしてみてはいかがでしょうか。うん、僕今では11、11サービス出品してます。 でまあ、それぞれいろんな人から連絡があってでいろんなお仕事をいただいてますね。明後日は伐採。明日は房総シートの残りと壁の掃除やりますし、うん、で明日来週は植木鉢の植え替えやりますしね。で再来週は物置の組み立てやるし、うん、バラエティに富んだお仕事をくださるので、はい、いろいろやってみてはいかがでしょうか。 はいえー、暮らしマーケットですね。ありがとうございます。はい。一回調べてみますはい。暮らしのマーケット。暮らしのがひらがなで、マーケットがカタカナですね。これいいですよ。僕、割といろんなとこ登録してて、あと、ランサーズっていうね、えー、そういうサイトで、えーまあ、フリーランスの人が登録するものなんですけど、これは出向いていく肉体労働じゃなくて、家でできる仕事を僕が。 ランサーズでやってます今翻訳の仕事やってるので翻訳の仕事はランサーズで登録していくとえー、っとねなビューがね1万3000ビューとかあるんですよ1日そういう時期はもうバンバン翻訳の仕事が入りましたね今なぜか入らないんですけどまあこの波があるんですけど波があるときなんかね1件で10万円の翻訳の仕事をいただいたのもあったし 波に乗った時はものすごくいっぱいもう家から出れないぐらいのずっと翻訳ばっかりしてる時もありました。でもなんか気分転換というかね、目が最近痛いので、もう編集だけでも目が痛くなるんで、それをすることと思ったらなんか緑見ながら仕事できるんで、今は草抜きとか伐採の方が楽しいかなって自分では思ってますね。そして何より終わった後にき麗になるのが気持ちいいですね。 あと、ザクザク切る、あの音とか、<laughs> なんかいいっすね。うん。なんかそういうのが、まあ自分に合ってるんでしょうね。多分、自分のじいちゃん、祖父がですね、園庭管理士の免許持ってて、自分の庭をずっとね、綺麗に剪定してたんですよね。母方も父方も、どっちのおじいさんも庭が好きで、ずっと剪定とかいう、してんのを見てたんですよ。いや、この、 剪定バサミ、刈込みバサミっていうか剪定のね、ガシガシやるやつね。あの、バカボンのパパが持ってるやつね。バカボンのパパって庭師なんですよ。知ってました庭師。しかも43歳。僕より年下の設定なんですよ。老けてるでしょ。バカボンのパパがや持ってるあれ。あれがもうなんか憧れがあって。僕もやりたいって。でもちっちゃいから触らせてもらえなかった。だからハサミでちょんちょんって切ってるぐらいだったんですけど。 あれでバシバシ切るのがなんか夢だったんですよね。だから、電動で作業するっていうイメージがあんまなかったんですね。自分のじいちゃんはずっとこれ、これで手作業でやってたんで、まあ、それやりたいなーってずっと思ってたんですね。うん。はい。えー、はい。じゃあ、チャットがないので、どんどん行きましょう。あ、いいねが11。今日めちゃめちゃ調子いいじゃないですか。うん、ありがとうございます。ちょっとコーヒー飲ませてくださいね。すごいな。今、興奮してますよ。 10時半から今45分喋ってますけど、こんな喋りでいいですかありがとうございます。ちょ,ちょっと飲ませていただきます。はい。<laughs> じゃあ、またあのチャットある方いたら見ますので、ください。じゃあ、えっ、ー、と、これ、と、こちらですね。これ、いいに押しときましょう。ありがとうございます。これも押し,押してね。OK、次。 えっと、排水口が分かるようにした方がいいかと思います。<coughs> えー、小川水道メンテナンス花さん。これなんだ、全部が見えない。がよく探してます <laughs> こあの。このチャンネルがあるんですね。<coughs> はい、ありがとうございます。まあ、あの、これは分かるようにした方がいいんですけど、えー、っと、一応、写メ取ってます。そして、 僕も動画の中の切り抜き、スクリーンショットしてお客さんに送っているので、まあ多分大丈夫だと思います。あそしてあまり使わないと思いますね。<laughs> でもありがとうございます。これをコメントしてくれてるってことは、僕の動画の中盤以上見てくれてるってことですから、ありがたいですね。これ絶対見てくれてる人ですもんね。これありがとうございますの。いいね、押しときましょう。 はい、続いて、お疲れ様です。一つだけ気になることが、排水。これ、読み方わかんないです、ね。排水ますなんて思いんですかねごめんなさい。覆ってしまわないように気をつけてお願いします。はい、そうなんです。それは分かってます。で、動画の中でも、お、あの、依頼者さんに言いましたよっていうことも言ってるので、はい、もう一度その部分、動画見てもらったら分かると思います。これはわざとやってますのでね。はい、安心してください。もうすぐ、千人突破ファイトガンバありがとうございます。これね、 応援してくれてる方のコメントなんですね。これ、絵とかでね。この、文章の、この、何て言うんですかね。わかりますよ。あの、ノリが伝わってきます。ありがとうございます。<laughs> 応援してくれたが、してくれてるがゆえに、こういうことをね、言ってくれてるんですね。いや、嬉しいな。なんか、マラソン35キロで励ましてくれてる人みたいなね。 フルマラソンね、一回だけ走ったことあって、42キロがなかなか辛かったんですよね。これバンクーバーで走ったんですけど、バンクーバーマラソンって言ってね、3万人ぐらいが走る、えー、マラソンがあって、<laughs> 35キロ時点が本当に辛かったんですね。その沿道でね、声援を送ってくれてる方のおかげで、まあなんとか走り切れたんですけどね。もう最後の方なんかもう歩いてるのか走ってんのかようわかんない状態で走ってましたけどね。時速8キロぐらいで平均して走ってましたね。 はい、続いて、腰とか痛くなりそうだ。そうです。痛くなります。今も痛いです。痛いですけど、まあ、心地いい痛みっていうんですかね。はい。なんか筋トレした後もちょっと気持ちいいじゃないですか。そんな感じ。でも、続くとちょっとしんどいですね。朝起きるのが辛いですね。特に、今、痛風なんで、関節も朝痛いし、なかなか起きるの嫌なんですけど。でも、気合い入れて寝ると大丈夫です。で、明日は11時からの作業なので、まあ、まあ大丈夫ですね。 今日はゆっくり寝れるので。まあ、そういうのもあって、今日ちょっとライブ配信しようかなって思いました。1000、ね、人突破したし。ありがとうございます。まあ、何かしらこのこ交流が楽しいですね。スーパーボトムさんね、覚えとこう。はい。コメントは今んところないですね。そして、スーパーチャットも今んところなしですよね。あったらなんか表示されるのかな。はい、もし見逃してたらすいません。なんかあのコメントしてくださいね。 <coughs> はい。あと、今日も、お疲れ様でした。これ嬉しいですね。この今日もっていう言葉があることで、毎日見てますよがね、わかりますよね。気が抜けない。そして皆さんの期待を裏切ることができないので、なんか面白い動画を作りたくなってきますね。<coughs> 途中ね、なんか、もうこのあたりで、まあ、なんとなくで終わってもいいんじゃないとか思うんですけど、でも映えないなと思って、 徹底的にきれいにしようとかねそういうのが芽生えてきますねあと依頼者さんもこれ見てくれてるようになってくるわけですつまり YouTube 経由で仕事をいただいた方っていうのは僕が出す動画絶対見るわけじゃないですかとなると作業でサボってるところとかも絶対見えるわけですよなので絶対これ気が抜けないっていうのもあって自分を監視することにもなるんですよね なので、サボれないので、これ自信持ってお届けできる動画を作りたいなっていうふうに、気持ちが生まれてきましたね。うん、まあ、あと、6分の動画もありゃ、20分の動画も出すんですけど、まあ、基本15分ぐらいの動画アップできたらいいなと思うんですけど、でも疲れてるときは6分で収まったり、短いやつもね、6分でやったりするんですけど、 うーんどうなんですかね何分ぐらい見たいんですかね見る人は最後まで見てくれてるんですかね急にね、作業は終了ですっていう部分があるじゃないですか。それがあると、そっからガコッと下がるんですよ。終了っていう言葉を出すと、ここで終わりっていうのが、もう、く、はっきりわかるじゃないですか。CM ですみたいな。そうなるとカッって下がるんで、あれも挟まない方がいいのかなとか思っちゃったりしますね。 あと、見比べです。見比べやっていきます。もう、あんまり伸びないんですよね。ビフォーアフターの写真の見比べ、僕は出したいと思ってるんですけど、あそこのとこになると、ガクンと下がるんですね。あと、今日いただいた作業量は、ブルルダン、4万円でしたってなった後、急にまたガクンと下がるんですね。まあ、仕方ないですけどね。オチが分かった後は、もう、下がるっていうのはもう、仕方ないことなんだけど、うん。 この対策どうにかしたいですね。で、あとさ、うん、今日の最後に何々を発表しますとか、そういうのも入れてもいいのかな。最初に告知するとかね。あと、メインは何分のとこですとかね。よく、あの、細かい人はね、あの、概要欄に何分のとこに何の作業があるとかね。そういうのが載せてくれてる人にね。そういう機能があるんですよ。なえー、0、5でコロン、30とかに、ね、なると、そこにクッて飛べるんですよね。 リンク、飛ぶリンクをこう貼る機能があるので、そういうのを駆使すると、もしかしたら、えー、見やすい動画ができるのかなとかね、思ったり。はい。ちょっとなんかそういったアドバイスね。何が良かったこういうの見たいとかいうのがコメントでね、えー、皆さんあ書いていただけると参考になりますので、あとどんな動画が良かったかとかね。今んとこ草抜きと伐採が人気なんですよね。で、家具。 ベッド組み立てるやつがあんまり良くないですね。あんま興味ないのかな。うん組み立てていくっていうよりも綺麗になっていくと方がいいのかな。あの、なんかニキビとかね、その、なんかイボを撮る動画とかすごく、なんか、なんか見入っちゃいますよね。なんか汚いんだけど臭いものにおいたいとか、そういう心理に似てるのかな。よくわかんないですけど。うん、今んところチャットはないね。 あすごい14名、そしていいねも14、うわ最高記録だ、これ。えぇ、ー、ありがとうございます、はい。そして、じゃあ続きまして、はじめまして、いつも楽しく拝見しています。自宅の庭の手入れの参考にさせていただいて、えー、います、うん。怪我にお気をつけ、えー、ご活躍ください。ありがとうございます。いいですね。 庭の手入れの参考になりますか僕、どんな、どんなアドバイスができてますか <laughs> ありがとうございます。うん。まあ、釜を使ったらいいですよっていうのはね、うん。言ってます。僕使ってるのがね、あれ、350円の釜かな。まあ、ちびてきたら、また、今、2代目なんですけどね。だんだん尖ったところがなくなってきて、摩耗していくんですよね。先っちょがやっぱ尖ってる方が、根っこに引っか,かかりやすいんですね。でも、地面にぶっ刺してこう引くんで、 こういう人かとすれて、だんだんね、丸くなってくるんで、そうなってくるとやっぱ買い替えるっていうことをやってますけどね。はい。まあ、二代目、三代目。まあ、消耗品なのでね。まあ、仕方ないけど。けど、釜って本当にいいなと思いました。すごい、石と石の間とかもガシガシ入れていけるんでね。僕は釜がおすすめですね。で、怪我に気をつけてください。これ、怪我、気をつけてくださいって言ってるってことは、多分、上り竜除去ってね。 ヘグソカズラっていうツル,ツルとかね、ツタ系の植物を撤去したときですね。まあ、あれのインパクトいいみたいですね。あれが今1万再生超えましたから、はい。まあ、あれで怪我しましたからね。<laughs> 怪我しょっちゅうしますよ。あの、割とね、生傷耐えないんですよ。こ、こことかね、今。あの、すり傷ありますけど。まあ、半袖で大丈夫ですかとかね、いう方いらっしゃいますけど、まあ、一応今日とかの作業は、 伐採がすごいジャングル的なところでやったんで、絶対怪我するなと思ったんで、長袖来ましたけどね。基本僕、半袖が好きなんで、半袖でやります。で、ある程度怪我を覚悟してやってます。はい。で、あと、うん、ズボンもだんだんボロボロになってきました。いろんなところで引っ掛けるんですよね。やっぱいろいろこう、尖った枝とかあるんで、それで引っ掛けて。昨日とかは、えー、しゃがんだ瞬間にベリュってお尻が破けましたね。なので、今、使えるパンツが1個しかないですね。 また買わないとね、ワークマンでそろそろ、いいパンツ買おうかな。はい、えー、ありがとうございます。続いて、えー、はい、えー、初見、初コメです。ありがとうございます。草取りの作業、素晴らしいです。ね。ありがとうございます。はい、僕はね、草刈りじゃなくて、草抜きっていう作業をやってますので、根からいきますからね。はい、その違いが分かってくれるの嬉しいですね。 で、仕上がりも綺麗で、スピードもありません。これスピードあるのは4倍速とか20倍速でやってるので、スピードがあるように見えるだけです。実際ね、その現場で僕のこと見てくれたら、かなりもじもじしてます。もじもじタイムがすごいです。あれやって、これやって、ああやっぱこっちじゃなかったなとかね。行ったり来たりとかして、すごいもじもじしてます。スピードあるのは編集のおかげです。はい。お話もお上手です。ありがとうございます。本当かな まあ、噛んだところはね、動画でカットしてるので、だいぶ噛むんですよ、僕。最初のね、どうも、便利屋です。市川の便利屋です。とか言って、今日はこの、ここで作業します。とかね、そういうところで言うじゃないですか。あれ、だいぶ噛んでて、5、6回テイクしてますね。最初がね、なんかね、うまく喋れないですよね。あ、違った。今日はこっちから喋るべきだった。あ、こっちの説明からやるべきだった。とかね、後で思って、で、取り直すんですよね。で、なかなか、 この音取りが成功しないっていうね。そういうのがあって。で、まあ、ある程度喋り出すと、まあ、エンジンかかってきて、まあ、ーっていけるんですけどね。はい。実際、収録も、もじもじしてます。はい。で、えー、雨だと作業は延期になるんですかうん。雨の時は延期にはしないですけど、なったことは今のところないですけど、なんか、したくないですね。雨の日に作業はね。特に草抜きは。 草抜きやると根っこに泥がへばりつくんで、泥取れにくくなるんで、あんまりやりたくないですね。どうしても時はまあやらざるを得ないと思いますけど、うん。僕は乾いてる時に草抜きはしたいなと思ってますね。で、雨上がりも土降るとか、あ難しいですよね。そうそうそう。雨降った後も泥だらけのとこだと、根っこ抜いてもこうバーって振ってもね、取れないんですよね。そうなると、 土が減っていってしまうことになるんで、あまりお庭的にもよろしくないなと思うので、あんまりおすすめではないですね。雨降って3日ぐらい経ってからやるのが僕は、えー、いいかなと思いますね。はい。よく、よくぞ気づいてくださいました。ありがとうございます。はい。続いて、はい。お疲れ様です。草むしりプロです、ね。<laughs> 草むしりのプロって、なんか、うん。うまあ、嬉しいっちゃ嬉しい。まあ、草むきが多いですからね。 でも今は伐採の方が楽しいかな。うん。この木をどの、どれぐらいの形にしようかな。なんか、あの、幹があって、ね、で、ちょっとだけ葉っぱがこうポコってあるような感じ。プードルのトリミングみたいな感じ。そういう感じで今日は仕上げることができたんですよね。えっ、ー、と、もみじとかのね、木が。まあそういう、なんか、綺麗な形。自分が思った形にできたときにちょっと面白いなと思うので、で、なるべく、 しばらく半年ぐらいはあの伐採しなくて剪定しなくて済むようになるべくきれいにでそして短くや,やりたいなと思うのでそれができた時に快感がありますね。なので、うん、伐採のプロにもなりたいですけどね。でも剪定とか伐採って、まあ、伐採は木が、まあ、邪魔なんで、まあ、全部取っちゃうっていう作業なんですけど剪定に関しては木を生き生きとさしてあげなきゃいけないので。 その切る方向とかってあるんですよね。あんまり切断面が上向いてるのはよろしくないんですよね。まあ、真夏とか雨がジメジメしている時ってなければあんまり関係はないんですけど、雨降ってる時とか明日雨降るよっていう時に切断面、もしくは剪定ってあんまり良くないんですよね。切ったらこのジメジメしたところから病気が入ったりするんですよね。梅とか 桜の木っていうのは本当に病気に弱いですから、切断面から大体病気になるわけですね。だから、雨降る前はしない方がいいですね。で、切断面が、まあ、な、なるべく雨降った時に水が流れていくように、この斜めとか、まあ横で切る方がいいらしいですね。で、切った後に、ペリペリって皮がそれと一緒にめくれていくようなことになると、また、あの、皮がね、ない部分っていうのは、虫にとったら、 病気とかもつきやすい場所なわけだからそこに付着してなんかカビとか付着して病気になっていくっていうパターンがあるんで割と植物ってね弱い植物は本当に弱いですから野菜育てても分かるんですけどキュウリとかね本当に病気に弱いすぐにベト病とかえっ、ー、とあれですね、えー、粉吹くやつねなんだっけバラとかがかかるやつうどんこ病だとからすぐかかったりするんでカビが生えるんですよね それが、まあ、日本、人間でいうね、陰菌タムシみたいな感じですよ。カビが入る、あの、水虫とかね。あれと一緒の類ですね。菌がね、すぐ増殖しちゃうので、まあ、そのあたりもちょっと気にしつつやってはいるんですけども、なんか、どうしてもね、今日切ってて、何点かね、バケって割れるんですよね。で、割れたらそこが、まあ、なんか、うま、 スパーンって切れたらいいんですけどそれがぐちゃちゃってなるとあここから病気入っちゃうなと思ってもうちょっと下からもう一回きれいに切り直したりとかいうのをしています。うんはい、やっっっっぱね、自分が切たたことによって枯れちゃったら可哀想なんでね、うんで。もっと言うと、えー、トップジンっていうゆ融合剤っていうのがあって、まあ、消毒と、まあ、膜を張る、ね、やつがあるんですよ。 ブドウの木とか剪定した時にそれ貼って塗ってあげると病気にかかりにくいその膜を張る、まあ。そういうのをやってたりね、まあ。僕は、まあ、独自のやり方ですけど、えっと、うちの奥さんがワセリンを持っているので、ワセリン塗ってちょっと油の膜ね、張るようにしていますね。ボクサーがこうね、パンチして、パンチされて、こう切るじゃないですか。ここに塗るのがワセリンですからね。まあ、そんな感じで、イキ菌入らないようにこうやって塗ったりとかいう。 作業したりとかしてますね。うん。ほんとね、やればやるほどちょっと植物のこと知りたくなるなって感じがして面白いですね。えー、で、続きありますね。塗装屋だった私から言わせれば素人さんはローラーを使った方が綺麗に仕上がります。ああ、ありがとうございます。そうですね。刃剣はやっぱね、なかなかこの偏りがありますね。こう固まっちゃう。なので、ローラーは確かにいいでしょうね。 えっと、ローラーって結構吸うじゃないですか。<laughs> あれがちょっともったいないなとか思って、経営してたんですけど、きれいにやっぱりやるにはローラーの方がいいでしょうね。今日100均でちょっと見たら、うん、いいローラー見つかったんで、これからちょっとそれ使おうかなと思います。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、そのうち、家の、えっ、ー、と、縁側縁側って今分かんないですよね。ウッドデッキって分かるんですけど、縁側の、まあ、あの、木がだんだん、 は、うん、げてきたんで、それをまた塗り直そうと思ってんで、それを、うん、ローラーでやろうかなと思ってます。ローラーでペンキ塗って、もっと濃い色のね、ペンキ塗って、で、二日後、翌日か、にまたニス塗ってっていうのをやろうと思ってますんで、その時使わせてもらいますね。うん。いや、ほんとね、僕ね、アマゾンで、あの、ウッドデッキじゃなくて、えっと、 縁側の上に荷物置いてください。置き配指定してるんですけど、ウッドデッキの上に、じゃあ、縁側の上に置いてくださいっていうふうにや、あの、指定してると、それね、置いてくれない人がいるんですよ。で、なんか地面に置かれるのが嫌だからって言ってるのに、地面の上置いていっちゃう人がいて、で、この間電話したんですよ。その配達した人にね。え、ちょっと縁側の意味わかんなかったですかって聞いたら、はいって意味わかんないらしいんです縁側がわかんなかったんですよ。で、縁側の縁を、 緑側だと思ったらしくて、円と緑似てるじゃないですか。緑側に置いてくださいっていうことで、足のマットが緑色だったんで、その上に置いてたんですよね。いや、緑マットの上だと思いまして、と思って。あ、そっか、円側分かんないかと思って。だから、今はウッドデッキの上に置いてくださいにしたんです。そしたら今日頼んだ宋剣美二24本の箱がちゃんとウッドデッキの上に置いてました。 今の人、縁側って分かんないらしいんですよね。若い人。びっくりしました。縁側、縁側わかります皆さん。分かんなかったら、分かんなかったですってコメントください。あ今10にへあ、10人に減りましたね。<laughs> まあ、時間が時間ですからね。はい。じゃあ、コメントが増えましたね。えー、今度、草抜き作業用に、えー、熊手を買おうと思ってます。ダイソーのプラスチック 複製熊手は使い勝手良いですかうーん。僕、ダイソンの熊手知らないんですかああ、プラスチックか。まあ、まあ、最初はそこから始めたらいいと思うんですけど、僕は1000円ぐらいのアルミの熊手を使ってます。で、しかも、これ、えっ、ー、と、伸縮自在で、で、あの、この、このわって広がってるとこあるじゃないですか。あれが、こう、 伸びたり縮んだりしたときに、こう、ふわってしまったり、伸びたりしてくれるんですよ。それ結構役立ちます。えっ、ー、と、今日作業でも使ったんで、まあ、動画に映り込むとは思うんですけども、結構、1000円ぐらいで、えーの、ホームセンターで買ったのかな軽油で打つかなって買いました。すごくいいです。アルミで、あの、えび、ー、ないし、軽いし。 うん、その1個前、もう2代目なんですけど、1代目の熊では鉄のやつ買ったんですけど、やっぱ錆びてきて、ちょっとやっぱ置いてると錆びが床について、あんまり良くないですね。なので、アルミの方がいいですね。うん、はい。えー、あ、大森さんありがとうございます。1000人達成、おめでとうございます。大森さん、本当にありがとうございます。僕のチャンネルね、今、2つ応援してくれてて、メンバーシップも入ってくださってて。 こっちのチャンネルのライブ配信も見てくれてるとね、ありがとうございます。この間ね、二人で大分トークしましたね、ライブチャット、ライブ配信のね、二、三人しか見てくれてないところだったん、ね、で、ほぼ、あの、大森さんと会話してるっていう感じになってましたけどね。うん。いや、このチャンネルのね、ライブ配信は、うん、もう、ありがとうございます。反応いいですね。い時間喋ってますけど、12人の方がずっと見てくれてます。さっき、 10人ぐらいになりましたけど、また持ち直して、あといいねも16になってますね。いや、これすごいな。もしかしたら20人達成くれるんじゃないいいね、いいねが20ついたことは、僕、YouTube 歴10年以上やってますけど、20以上ついたことないですね。今日もしかしたらいろんなものが記録達成できるかもしれないですね。うん、嬉しいな。ありがとうございます。はい、えーと、ちょっとまた飲ませてくださいね。だいぶ喉が乾いてきました。 そしてお腹も減ってきて。でも、明日は10時頃まで寝れるので、嬉しいなと思います。10時は言い過ぎか。9時頃まで寝れるので、ありがたいですね。はい、続いて、お疲れ様です。いち一弁。<laughs> 一からの便利屋の一弁。一からの便利屋さんなので、勝手に笑らさんはお、お話好きなので、女性のお客様から好感持たれそうです。本当ですかありがとうございます。 いいですね。女性のお客さん。割と、だから、そうですね。お客さんは女性の方多いですね。で、リピーターの方も女性の方なってくださっているので、嬉しいですね。で、ワンちゃんのお世話もお疲れ様。そうなんですよ。これね、犬好きなんですよ。犬昔飼ってたしね。可愛らしいですね、犬ね。でも、血統症付きの犬、なかなか触ったことなかったんで、緊張しましたけど。 うちの近所でも、うん、家の前でね、きゅうりとかトマト育ててるんですけど、そのトマト育っててる子をね、脇芽とか取るわけですけど、あと、きゅうりにこの、えー、何、木作液撒いたりとかするんですけど、それやってる最中に、まあ、犬の散歩の方が声かけてくださったりとして、近所の人と仲良くなるんですけど、まあ、豆芝と今ね、仲いいですね。必ず会ったら、よしよしって触ったり。とちなみに家の隣は、 ゴールデンレトリーバー飼ってて、まあ、会えばあ、ガシガシ、もう、もう何ですか、触り心地満点ですよね、ゴールデンレトリーバーでね。まあ、触ったりとか、なぜたりとかして遊んでますね。あとは、あと、芝生のお手入れしてるときに、あれは、えっ、ー、と、プードルなのかなチワワプードルか。プードルの子がちょっと遊びに、こう、邪魔しに行きたいとかね、えー、よくしてくれてて、あれも楽しかったですね。 割と庭と手入れしてる時にワンちゃんと遊ぶことが多いので、まあそれで僕の的には満足してますね。<laughs> 家で飼うと大変だろうなと思うんですけど、でまあ、えー、家でも近所もいっぱい犬飼ってるから、まあそれでいいんじゃないって思いますけどね。はい。値段、お値段のこと、いろんなご意見ありますが、一弁さんは 自分のお考えで良いいと思います。ご苦労様でした。ありがとうございます。割とね、安すぎとかいうコメントくださることは多いんですけど、まあ他の動画でも説明したんですけど、まあお友達価格だったり、あ、歯が飛んでる。あ、仕留めた。一瞬で顔を仕留めました。や野生の考が今研ぎ澄まされてるかもしれないですね。割とね、もう刺されすぎて、皮に刺されても、 あんまり腫れなくなりましたね。免疫がすごいんでしょうね。えっ、ー、と、何やってっけ。そう、お値段が安すぎとか言うんだけど、うん、まあ、あの、はい、あげたくなったらあげますけど、今んところそれで結構満足してますね。今日も8時間4万円だから、時給換算5000円じゃないですか。時給5000円って言ったらもう、キャバ嬢ぐらいしか無理でしょうね。そ,そんな <laughs>、もしくは、 課長クラスの人じゃないと、それぐらい稼げないんじゃないですかうん。って考えると、僕はかなり満足ですけどね。まあ、時給換算。あの、植木鉢のね、植え替えの時は、二株、二鉢変えただけで2万円いただいたんで、時給換算したら1万円でしたけどね。まあ、そういうのはもう、たまにあったりとかして、なんか、楽しいですね。うん。うん、後でわかる。うん、後でわかるんだけど、 うんまあまあ、まあ、満足ですよ。もう時給4000円でもいいしね。はい。なので、えー、安すぎとか言ってくれる人はありがとうございます。で、来週やらせていただく、あの、フェンスのね、ツタ除去も、1万5000円でどうですかというふうに言,言ったら、え、そんなんでいいんで、そんなんでいいんですかみたいな感じで言っていただいて、あもっともらってもよかったんだとか <laughs>、ありますけど、 だって家から5分の、自転車で5分のところ、そして20メートルぐらいのフェンスで、まあ幅80センチで高さが1メートルぐらいのフェンスなんですけど、もうそこの草を、あのフェンスのについてるやつを取っていくっていう作業なんで、まあ2時間で終わるとして、まあ1万5千円。3時間かかったとしても1万5千円でも時給5千円だから、もうそれぐらいがまあ妥当かなと思ったんですよね。 ったらえ安すぎみたいな感じだったんで世間の方は僕の仕事でもっと出してもいいと思ってくれてる方が多いってことなんですかねなんか結構ね割と重労働だったり暑いでしょうとかねいうなんかなんかな,なんな、うんちゅうう気遣い気遣いだったり、えー、ななそうですね心配とかしてくださる方が多いんですけども。 ねぎ,らいかねぎらいの言葉とかねくださるんですけどわそんなにすごいこと僕やってんだっていうような不思議さなんか意外性がありますね先,も先ほども言ったけど家でねあのじいちゃんがずっと剪定とか草抜きやってたの見て草抜きはちっちゃい頃からね手伝ってたんであんまり重労働っていうかねあただのアクティビティとして僕は思ってたのでうん遊びの一環なので。 で草抜きとかやったら300円とかねお小遣いくれたんでそれがうれしくてやってたのもあってだからうんあんま苦じゃないですよね正直ね苦じゃないむしろなんか夢中になってやれる作業なんでもっと早く気づけばよかったなって20代のうちもしやってたら20代で時給5000円の仕事にあねたどり着いてたらだいぶ僕人生変わってただろうなってこれ気づくの遅えよっていう感じで。 翻訳の仕事でだいたい時給換算3000円でやってるんですよ。そう考えると草抜きってまあ重労働とか腰が痛くなるっていうのも考えてまあ3000円ね、払ってくれる人がいるんでしょうね。まあ、5000円か、うん。自分がやるんだったら嫌だから。自分がやりたくないから頼むわけであって。うん。あと相場がよく分かんないんでしょうね。だから、うん、5000円って言ったら時給5000円っていう。 見積もりで、そんなんでいいんですかってなってくれるんですね。ありがとうございます。だからそのうち、上げていきます。<laughs> 上げていますけど、はい。皆さんのお考えも参考にしますで。逆にね、高すぎる動画をアップすると、高えよとかっていうコメントも多分増えると思うんですよね。それよりはまだ安い方が、なんか日本の風潮として、安いっていうのが、 正義みたいなね、考え方があるじゃないですか。値上げはせずに、値下げして、皆さんのこの生活を応援しますみたいな、スーパーが、なんか正義みたいな感じになるじゃないですか。で、ほんともう、お蕎麦屋さんとかも申し訳ないですけど、10円、20円だけ上げさせてくださいっていうので、か苦渋の決断みたいな感じでやる方いるじゃないですか。そういう風潮なんですよね、多分日本はね。 なんかデフレ傾向に今まであったわけですよ。海外だとね、本当もう値上げが当たり前ですから、毎年値上げしますからね。僕、世界一周やったことあって、ヨーロッパを回るときに、地球の歩き方っていうガイドブック見ながら行くんですけど、まあ、1泊80ユーロとかって乗ってて、ああ、じゃあそこ行こうと思って行ったら、大体90ユーロぐらいに上がってるんですよ。毎年値上げするのが当たり前だから。えー、とか、最初思ったんだけど、 ははい、はいまたいつものパターンねってなってまたこうやって払うわけですけどねまあヨーロッパつらかったです僕行った時で1ユーロが144円の時だったんでまあきつかったですねでも夏場にヨーロッパ行かないと全然面白くないんで冬場行くともう極寒なだけですからね、はい、フィンランドのムーミンダリとか行きましたよ、うん、はいあとは何だっけカモメ食堂のロケ地とか行ったりね、はい、そういうのしましたね モン・サン・ミシェルとかね。あれも、夏に行かないと全然面白くないと思うんですよね。はい。じゃあ、コメントまた、えー、来ましたね。ありがとうございます。アルミですね。えー、あ、ひよたまさんね。軽くて伸縮性がある便利層。ありがとうございます。はい。ひよたまさん、ありがとうございます。毎回見に来てくれんな。タイミングが合うのかなはい。で、えー、っと。 ちなみにこれって通知が来て見てくれてるんですかね僕一応 Facebook と Twitter で一応告知はしたんですけど、そういうの見てひよたまさんは来てくれたんですかそれとも、まあ、あの、ライブ配信とかやったら通知が行くようにしてるんですかねそういう設定してくれてるんですかねもしね、通知が欲しいよっていう方いたら、ベルマークね。ベルマークポチッと押しておいていただけると通知が行くようになるんで。チャンネル登録だけでは動画のアップロードした通知が行かないので、 そのあたり、皆さん、良ければ登録しておいていただけるとありがたいなと思いますね。うん、はい、続いて、はい。はい。エンジンチェーンソー買いましょう。楽に切れます。し、処理が圧倒的に速くなりますの、ね、で、時間の無駄がないですよ。他にもエンジン、草刈り機やバリカン、ブロワーなどもあると作業効率が劇的に変わります。ありがとうございます。そうですね。まだね、僕ね、草刈りの仕事をね、 出品できてないんですよ。草刈り機がないからね。で、で電動の方の買うと多分40分しか持たないので、そうなると電池パック買わないといかない無理でしょ。そうなると自転車で持っていくことができないので、それはできないなと思ってて。で、エンジンチェーンソーをやると、まあ、長持ちするわけですね。ぐるーってこう,こうやってやるやつですよね。引っ張ってね。 あの、ボートレーサーの、ボ、ボートレースか。ボートレースのボートみたいな感じのエンジンのタイプですね。これ、クラって引くやつね。はい。そうやったらいけるのわかるんですけど、ガソリンの扱いが僕やったことないんで、それ難しくないんですかね。エンジンのチェーンソー。あと、音がうるさいっていうのもあるじゃないですか。あと、怖い。普通に怖い。エンジンのチェーンソーって葉っぱ回るじゃないですか。あれが、葉っぱっていうか、チェーンか。 チェーンがぐるぐるって回るのがちょっと怖いなっていうのがあってまだ慣れないうちはやらないでおこうと思ってるんですけどねまあ軽トラとか買い出すと草刈りやってもう一気に伐採した草刈りした草積んでねでゴミ処理場に持って行ってっていう作業ができたらもっと仕事の幅は広がると思うんですけどまあ今のところ自転車で近所自転車で行ける範囲ね今だとね片道15キロまでは行ってるんですけど まあ理想としては3キロ圏内で、わーって仕事毎,毎週ね、3回か4回回って、で動画アップしてっていう生活ができたらいいな。で、週末は子供と遊んでっていうのができたら最高だなと思うんですけどね。今ちょっとずつそれに近づいてますね。で、もしね、おっきな仕事したいってなるとね、やっぱチェーンソーでしょうね。ちなみにうちの家の前がね、すごい広場があって、今日はそこでチェーンソーで確かに仕事してる人いました。でえー 草買ったやつをブロワーでバーってまあね、集めてっていうのもあって、まあそういうのは知ってるんですよ。知ってます。はい。あと、あのー、剪定用のね、センター用の草をわーって、枝か、枝わーって、こう、なんだ、ノコギリザメの頭みたいなやつあるじゃないですか。あれ、あれのタイプもあるのも知ってるんですよ。僕最近、ホームセンター行くのが趣味で <laughs>、 で、そういうコーナー行って、ああ、これ欲しいなとか、ああ、2万円か、高いな、こっちだっていいかなとか、釘打ちとかね、あの、電動のビス同盟のやつとかね、もういろいろ探し出すともう切りないぐらい楽しい道具がいっぱい売ってて、買いたいな、あれ買いたいなとかあるんですけど、今一番買いたいのはまあ8000円ぐらいの、とりあえずあの、電動の チェーーンソーですねで電池パックがもう一個ついてるタイプがあってそれいずれ買おうかなとは思ってるんですけど、ね、次、まあ、伐採の作業で大きな仕事ね大きな木を切るっていう作業が入ったら買おうかなと思ってますあさっての伐採は、まあ、多分3 0ンチ未満太さね3 0ンチ未満の木なんで僕のハンドソーで全然切れるものなんでまだいらないなとは思うんですけど ま近々買うと思いますね。そうしたら仕事の幅も広がって楽しそうですね。はい。え続いて、ひよたまさん。たまたまライブ時間に当たって、えー、見れてます。あ、そうなんですね。やっぱ生活のリズムがあってですね。はい。会話できて楽しいですね。はい、続いて、初めて2つ拝見しました。植物や動物の気持ちは元気ですねの。のねーの,この上がり具合な部分に感動しました。感動まで与えれるんですか 大抵元気ですね。なのに、近くだ、近くだったら仕事頼みたいとありがとうございます。もう、遠くでも仕事頼んでください。頑張って出張しますよ、うんあ。ちなみに出張費用としては1キロ110円で計算させてもらってます。だから100キロだと、えっ、ー、と、1万1000円かかるのか。この間、えっ、ー、と、茨城の方でお仕事の問い合わせくださいました。 YouTube 見て連絡くださった方で、えー、頼めますかって言っにね、えー、ちょっとか検討してくれたんですけど、その交通費ね、交通費じゃなくて出張料、出張料が1キロ110円ですということをお伝えして、仮に水戸、水戸じゃないな、えー、っとか、えー、勝浦じゃなくて、えー、っと、なんとか浦あるじゃないですか。あ、また出ないな、まあ、鳥、ま、出だとしたら、鳥出までの距離、 が、50キロぐらいあったんで、まあ往復で100キロなんで、1万1000出張量かかりますよっていうふうに言ったら、ちょっと考えますってなって、ちょっと今回は断念したみたいですね。うん、でも、全然行きますよ。その出張量でいただけたら全然行きますので、別に遠いから諦める必要はないです。はい。それに見合った出張料をいただくので、僕は 移動時間も仕事。ね。家に帰るまでが遠足みたいな、そんな考え方してますので。はい、なので、全然大丈夫ですよ。移動中も。明日も、片道12キロ、50分かけて移動しますけど、交通費2000円いただいてますから、交通費じゃない、出張料ね。移動中も仕事だと思って移動してますから、全然。移動しながらね、ちょっと健康的に運動もできて、 2,000円もらえたらね、片道1,000円ですから、すごいありがたいですよ。はい。全然気にしないで、あの、発注してください。お願いします。はい、続いて、コメント、うん。お疲れ様です。ライブ配信気がつかず見逃してしまいました。コメント読んでくださりありがとうございました。登録者数1,000人間近ですね。そうなんですよ。涼しくなってきて、外のお仕事もやりやすくなってきましたね。そうです。だいぶやりやすいです。夏よりだいぶ楽。 あのドリンクを持っていかなくていい今日で2リットル持ってきましたけど辛い時は、うん、長い時は4リットルこの,このペットボトルを8本ぐらい持っていきますからねすごい重たくなるんですよねで蜂は台風が多い年には地面近くに巣を作るようですああそういう性質あるんですねやぶの伐採作業の前に殺虫剤撒いていかれると蜂の巣があるかどうかも分かりやすいかと思いますああいいですね 作業や害虫に気をつけてお仕事頑張ってくださいませ。健康第一なんで、そうですね。結構ね、がの粉とかですごい肌、肌、マシンが出たりとかあるんで、ほんと夏場っていろんな敵がありますよね。今涼しくなってきたんで、ちょっと虫の勢いも収まっているんで、まだ、あ、いいですね。まあ、そのうち蜂にも刺されたり、毛虫にも刺されたりするんでしょうけど、今のところは、まあダニぐらいですかね。ダミ、ダニとこのみ。 がやっぱありますね。ダニ結構刺されましたね、今年の夏は。はい。えー、便利道具も徐々に増やせるといいですね。そうです。本当最近ね、便利道具集めるのが楽しくて、どんどんいろんなもの買いたくなるんですね。それまでは家で家庭農園、家庭菜園が楽しくて、どんどん植木鉢が増えていく。あの100均であちょっとしたかわいい、 鉢とかプランターがあったら買う癖がついちゃってて、どんどん買って増えていってて、ね、なんか家が、えー、なんかなんとか屋敷みたいなのになってて、うちの奥さんがちょっと、うわ、屋敷みたいって,ってなんかぞっとしてたんですけど、もうそれ以上は増やすのやめました。で、今は興味が道具の方に行ってんで、道具が今欲しいですね。<laughs> で、あの、えっ、ー、と、ベッドの組み立てとか、 家具の組み立てとかちょっとね入ってきてた時期があってその時に、まあ、いろんなドライバーとか六角レンチとかねいろんなサイズに対応できるようになりたいなと思って道具箱買ってまたそれにいろんな道具入れたりね霧を入れてみたりとかヤスリ入れてみたりとかやったんですよでそれでまあ一応作業ができるようになっているので、えー <coughs> まあ、その道具も揃えるのも楽しかったですね自分なりのカスタマイズっていうかね 自分の七つ道具みたいなの揃えることができて楽しいですね。はい、続いて、コメントあるかなないですね。はい、えー、草抜きや伐採、剪定だけではダメです。もっとあらゆることで仕事を取りましょう。軽トラ買って不要品処理も荷物運搬もできないとね、ありがとうございます。はい、不要品回収。これ今やろうとしてます。えっ、ー、と、この間も動画で出しましたけど、今警察署にね、 えっと、なんだっけ、えー、古物証古物証の登録免許のね、許可の申請出してますので、11月からおそらく不要品回収ができるかと思います。で、ゴミ屋敷き掃除もやって。で、仕事が2、3件入ってきたら、まあ、そのうち軽トラ買うことも考えますけど、最初のうちはレンタカーでやるつもりです。レンタカー1日買えても5000円っていうとこ見つけたんで、多分それで、 回していった方が今のとこお得だと思います。一応駐車場はあるんですけども、そこまで今は軽トラを使うこともないので、うん、その都度使う方、あの、借りる方がいいかなとは思ってますね。うん、荷物運搬ね、したいですね。ちょっとした引っ越しとかね、赤棒みたいなことで,できたらいいですよね。自転車運ぶとか、バイクだけ運ぶとかのね、えー、そういうのもあってもいいし、 ま、引っ越しを今考えている方がね、市川市内でいらっしゃるので、そのお手伝いもできたらいいなと思ってますね。うん。引っ越しね、ほんと、自分のこの家ね、今引っ越し、去年3月にしたんですけど、墨田区から引っ越しするときに、レンタカー借りて5、5、五6往復ぐらいしましたかね。はい。なんか、段ボール詰めしなくて、<laughs> そのままハンガーで、 運びたいいとかかあるじゃないですか自分でしかちょっと運べないような荷物それをちょっと、ね、人に触ってほしくないっていうか人が触ってもどこに置くか分かんないとかそういうのあるじゃないですかパソコンとかなんかちょっとなんか自分なり自分の運び方したいやつそういうの,をあそういうの,のあがあって、まあ、レンタカー借りて何往復か一緒にね奥さんとしたんですけどめちゃめちゃしんどかったですね。 そういうのを経験しているので、まあ、引っ越しの作業とかね、お手伝いできたらやりますね。多分、2月とか3月に増えるんでしょうね。そういうのね。<laughs> で、また、引っ越し業者さんも予約はできないんですよね。そういう時ね。もう半、繁忙期っていうかね。なので、そういう時にこぼれた人、急遽仕事、あの、転勤になって作業しなきゃいけない。人手が足りないっていう時に出動できるようにできてたらいいでしょうね。 はい。ありがとうございます。うん。あ、ひよたまさん、えー。動画編集はどんなソフト使ってますかオンラインでの動画編集講座をご依頼することは可能でしょうかああ、いいですねえ。僕はファイナルカットですね。大体いい YouTube やってる人はファイナルカットプロか、えー、プレミアプロ。アドビが出してるプレミアプロですね。それをやってますね。あの、フワちゃんとかが使ってるやつね。プレミアプロ。 でこれはサブスクなんですね。年間 <laughs> 2万円ぐらいかな。を払ってやる。その代わり、フォトショとか、えー、イラストレーターとか、そういうのも全部使えると。で僕はイラストレーターとかフォトショは、サブスクになる前の買い取り版のやつを持っているので、その必要がなかったので、僕はファイナルカットプロを1回購入してずっと使ってますね。 一回インストールしたらもうずっと使えますから、サブスクじゃなくて。で、ファイ,、えー、っとファイナルカットプロは、それも買い取りで2万円台で買えたはずなので、うん、サブスクなんか、えー、嫌じゃないですか、ずっとお金,お金かかるってね。ずっとわ使わないともったいないしね、<laughs> っていうのがあって、僕はファイナルカットで今満足して使ってますね。そこまで、えー、不便さは感じてないですね。それまでは、 なんだっけななんかフリーソフトのやつね。ケン君っていう謎のうシステムエンジニアが使っ、作った、あ,ーあれなんて言うのかな忘れたな。うん、無料の,あの編集ソフトがあ,あってて、それのインストールが大変なんですけど、まあ、インストールしちゃえば割といろんな編集ができるっていうソフトを使ってたんですけど、まあ、僕は Final Cut Pro ですね。で、もしその講座が必要であれば、はい。 あのファイナルカット買って、えー、またご連絡ください。えー、僕のこの動画を、いずれね、本当にやろうと思ってたんですよ。えー、バスサイドが草刈りの動画を編集している動画を撮ろうかなっていう。このパソコンでこうやってるのを横からこう動画で映して。はい、あの今までね、うんと、<laughs> 翻訳、翻訳の仕事をしている作業動画を撮ったことがあります。 10時間とか作業してるのを、ずっと回してるんですよ、どうかね。で、そしたら、編集、あの、翻訳してる最中に子供が乱入してきたりとかね、そうちょっとご飯食べに行ったりとか、いう、本当にもうドキュメンタリー的なやつをや、アップしたことあるんで、まあ、編集もそれで、あの、お伝えすることができます。はい。うん。まあ、よければあ、また言ってくださいね。 編集動画もやります。そして動画編集のご依頼も待ってます。例えば結婚式のね、えー、動画とか、えー、結婚式で流すスライドショーを作ってほしいとか、そういうのも僕やりますしね。うん、結構それも面白いなと思うんですよね。だいたい3分ぐらいがベストじゃないですかね。結婚式の場合はね。うん、あとは皆さんのや、まあ、個人事業主の方とかいたら、皆さんの仕事の 何ですかプロモーションビデオ作るとか、宣伝用のね、プロモーションビデオとか、サムネイルを作ったりとかもやりますしね。うん。全然、自分の動画作るっていうのもまあまあいいんですけど、人の動画作ってみるのもいいですね。一見ね、仕事くれる方がいて、市川の底辺社長っていうね、僕の知り合いがいるんですけど、この間はですね、あ一昨日かな一昨日であってるかなえっ、ー、と、ロッ てと楽天の最終戦があったんですね。それを仙台まで応援しに行くっていうね。底辺社長。僕の友達の底辺社長っていう名前の人がいて、YouTube 見てください。底辺社長日記っていう動画チャンネルがあって、その動画の、あ、ちょっと見せましょうか。底辺社長。 うんと、底辺社長。<laughs> 底辺社長、これね、底辺社長。底辺社長のこの動画、動画 <laughs> <これ> <laughs>、えー。ロッテの最終戦、底辺社長が初の楽天モバイルパークに遠征というドキュメンタリー動画を作りました。これで今612二歳で、まあまあですね。 その前は長渕剛さんのカバーアーティストさんね、モノマネされている方がいて、その方を見に行くっていう動画を、まあ、密着でね、えー、動画撮ったんですよ、ね。47分で上げたんですけど、これがね、2万5000再生されてるんですよ。これなかなか、なかなか今、えー、好調ですね。まあ、このカバーアーティストさんが有名だから、それでできたと思うんですけどね。 これ、広告入るなこ。収益化してないのに、なんでこう広告入るな。はい、こうやってね、底辺社長。底辺社長がね、動画撮ってくれって言うから見に行ってですね、こうやってね、見に行って <laughs> はい、カメラマン役やってですね。はい、帰ってきて長渕を歌ってる。カラオケで長渕を歌ってるまでね。 そう、ドキュメンタリーですよ。タクシー移動とかね、ドキュメンタリー動画。撮ってんすよ。新幹線、新幹線乗るところからね。はいはい。はい、これと、あと楽天線見に行ったやつね。これも今伸びてますね。この雨の日でね、大丈夫かよってね。で、本動画は無駄に長いので、よろしければ読どころだけご覧くださいとか。で、テロップとか入れてね、こうやってね、やってるんですよ。<laughs> で、衝撃的事実があってね、10万円ぐらいかけてね、この僕の旅費とかね、えー、それを、あ、藤井さんの動画行っちゃった。そういう費用もかけて行ったんだけど、なんとなんと、えー、新幹線乗ってる最中に、はい、本日は、はい、雨で中止になりましたっていうことを知ったんですよね。 <laughs> 新幹線往復予約して、チケットも買って行ったんだけど、雨天中止っていうことは、出発して10分ぐらいで分かりました、もう楽しそうにビールまで飲んで行ったんですけどね、さあ、現場で何をするかって話になったんですけどね、現場で結局着いてですね、雨の日、とりあえず仕方ないから、雨の日でもいいから、マクティモバイルパークが見ようっていうことで行ったんですよね。 で、あと、仙台育英高校も見てね。で、行ったらですね、なんと、今江俊明コーチのそっくりさんの、亜生俊明さんに出会うことができました。で、彼も、あれなんですよ、あのー、えっと、なんですかね、えー、雨って分かったのにやってきた人ですね。彼も自腹でやってきてるんですよ。すごいですね。まあ、まあ、ぐるっと一周してですね、いろんなファンの方と交流したりとかして、 このままで見て。見ただ、あの、はい。硫酸事件があったでしょ硫酸がこぼれて煙が出てたっていうのが大騒ぎになってた現場をここで見ました。駅前で。この時何が起こってたかよくわかってなかったんですけどね。はい。そして、まあ、なんとですね、これ。うろついてたらですね。マイク、マイクにあったんですよ。 ラロッテのスケット外国人、マイク・ブロッソーにお会いしました。これなかなかいかないな。あ、一瞬で次出るな。はい。マイク・ブロッソーはね、はい。マイクさんですかって聞いたら、はいって言うから、紙太陽で写真撮ってくれましたね。はい。今回の旅の、えー、っと、あれですね。<laughs> えー、収穫はこれだけ。<laughs> あとは雨で。なんも、 収穫はなかった、ゲームは見れなかった。で、翌日に5対0で、無事ロッテが楽天に勝って、2位通過ですね。はい、そしてホームで <laughs>、えー、クラマックスシリーズを今週日曜土曜日ですね、あさって迎えることができるということになりました。良、はい、ければ、この底辺社長日記っていうやつね、今、 登録者数が107名ですので、よければこちらも登録してみてあげていただければなと思います。はい。しかもね、あ、これね、今僕と通知オンにしてなかったけど、ここね、ベルマークを全てにすると通知が行くようになりますのでね。はい。よろしくお願いします。底辺社長もね、頑張ってますので、はい。107ですかね。これ、彼もちょっと、2万五千円っていうね、<laughs> あの、長渕さんの そっくりさん追っかけた動画がバズったおかげでちょっと YouTube やる気になってますんで <laughs> ちなみにこのこれ可愛くないですかこの底辺社長日記のロゴ僕作ったんですよこれ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 底辺社長日記 <laughs> このコインコインっぽくね底辺社長の <laughs> こ,ういうこういうのも作れますのでこういった金,金メダルっぽいやつ作ってほしい方いたら是非とも。 ご連絡ください。これ11本しか上げてないのに107人ってなかなかいいと思うんですよねペース的にはねはいえー、とあまたひよたさまんさん、えー、ファイナルカットですね残念、えー、ダヴィンチの使い方を習いたいと考えてますあダヴィンチかダヴィンチわかんないですねでもまあ基本一緒ですけどねタイムラインがあってそこはまあバトンバトンと切ってで なんか編集で乗っけてとか、うん、そういう感じなんで、基本は一緒だと思います。はい。ちょっとまた、喉乾いたん、ね、で。ああ、もう2時間、あ、1時間半喋ってんな。日付超えたんで、そろそろ終わろうかなと思いますけど、まだ10人、10人の方が見てくださってますね。なんか嬉しいな、はい、ありがとうございます。で、えっ、ー、と、コメントせめて全部ね、見ていきましょう。 はい、同じ広さで最速2時間で1万5000円でした。早くやるのもクライアントのためにいいが、自分のためにも良くない思いました。これがね、どういう意味かよくわからないですね、えー。クライアントのためにいいが、自分のためにも良くない思いました。これはつまり、僕の作業が遅いのかなそれか、えっ、ー、と、 丁寧でいいって言って、なんかどっちか分かんないんですけど、これちなみに何の動画かというと、10時間で92平米の草抜きをしたってやつですね、うん。で、5万円いただいたっていうやつなんですけど、最速2時間で1万5000円でしたってね。うん、これだから草刈りなのかもしれないですね。これの最速2時間っていうのはね、僕は草抜きなのですごく時間かかったんですね。はい、あと、いろんなものがあったんで、それ、どけたりとか、あと、 レンガ置いてて、レンガの間の草を取ったりとかあったので、それぐらい時間がかかったんですよね。はい。まあ、お客さんがまあ、それで満足してたら、これはこれでいいし、で、僕の方も満足してくれてたんで、えー、まあ、よかったなとは思ってますけどね。はい。でも、コメントありがとうございました。<laughs> はい。続いて、コメント読んでいただきありがとうございました。ちなみに、ハマスゲは下に伸びる根ではなく、ガン 海、海っていうのか海系と言って小さな芋みたいなものが横に伸びていき、途中で切れたらまたそこから増えるという厄介な雑草で雑草界のゾンビって呼ばれてます。ああ、多分知ってます。浜杉を一本でも見つけたらどんどん広がり大変です。まず根が横に広がってるので手で抜けません。恐ろしい雑草です。多分見たことあると思います。なんかポコッとね、球根みたいなのできるんですよね。 わかるわかる。本当球根系は厄介ですね。あと、地下系はね、笹とかでも言いましたけど、繋がってるやつ、杉菜とかね、全部繋がってるんですよね。あいつらゾンビですね。切ったらそっからまた増えるんですよね。だから、えー、日本、人間はブサって切ると死ぬじゃないですか。じゃなくて、草は切ったらそっからまた分裂していくっていうね。なんていうのかな、あの、ギズモみたいな感じあの、グレモリーみたいな感じか あれは水かけたら増えていくけど、なんだろう、切ったら増えるっていうね、割と下等生物には多い現象ですね。うん。アメーバとかも切ったら多分増えていくんですよね。だから恐ろしいですね、うん。下等な生物ほど切ったら増えるんですよね。だから、全部取らなきゃいけない。でも全部取るなんか絶対無理なんで、もういたちごっこですね。 ま、そのおかげで、ずっと草が生えてくれるおかげで、我々が仕事あるんですけどね。なかなか難しいですよね。あの、あれですね、えっ、ー、と、靴下。靴下の話に似てますよね。全然下手らない靴下が作ろうと思ったら作れるんだけど、下手る靴下を使わないと、次靴下買わないから、下手る靴下を作っていくっていう話を聞いてもたことあります。それに似てるかもしれないですね。 まあ、かといって草抜きをサボるわけじゃないんですけど、どんだけ頑張ってもまた生えてくるって話ですね。はい、続いて、いつ見ても丁寧な仕事、ご苦労様でした、ありがとうございます。こう言われるとね、なかなか手抜けないですね。期待を裏切るわけにいかないんで。はい、ありがとうございます。うん、はい、こんにちは。うわーありがたい。大軍、大軍、いやですね。 これからはアリ退治の薬も用意が必要ですね。噛まれたところ大丈夫ですか大丈夫です。お大事にね、お疲れ様でした。カリ、ね、あの、柿の木の伐採やった時ですね。これ切ったらブワーってアリが出てきたんですね。カリが、あの、アリ、アリがだめちゃめちゃ出てきたってやつですね。これ、あ、これこれこれ。アリにやられたって動画ね。はい。これは悲惨でしたな。これ見せればよかったな。はい。えー、いつ見ても丁寧な仕事は、これ、のリり流除去ってやつですね。 はいで。コメント読んでいただいてありがとうございましたこれ。これですね。コメントにお返事っていう動画ですね。で、先ほどやったこの1万5千円っていうやつは、僕は92平米を 5, 千5万円でやりましたよって話ね。こっちにサムネイル見せたら分かりやすいね。はい。えっ、ー、と、うーん。で、構えたとこ大丈夫でした。<laughs> っていう、えっ、ー、と、どうに、えー、このコメントに対してお返事しました。 っていう動画を、えー、こ,これでねお返事していたので、このリンクをこんな感じで貼らせてもらってるんですね。これがあるおかげで前回どこまでコメントを読んだかっていうのがわかるんですよね。だから今回これはお返事しなくて良かったんです。間違えました。はいここまでがこっから先がこっから上がまだ返事してなかったんで、今回この返信のところにこういったコメントを貼らせていただきますね。 今回のこのライブ配信のリンクがここに、ここに載るということです。はい。ということで、今回コメント、お返事が全部終わりました。ありがとうございます。よかったよかった。この間にもまた新たにコメントついてるのかなちょっと見てみようか。うん。ナイスね。はい。ありがとうございます。はい。これで、じゃあ全部お返事終わりましたね。よかった。じゃあここからちょっと夜食でも作って、えー、ご飯食べて寝ようかな。 はい、今7人に減ってきましたね。あ今日はいいねが20達成はなかったですけども、16人の方がいいねボタンを押してくださいました。ありがとうございます。そして今見ている7名の方が、もしいいねを押してくれたら20名達成するかもしれないです。はい。ということで今日は長い間見ていただいてありがとうございます。とりあえずね、今1時間40分おしゃべりさせていただきました。嬉しかったんで。はい、ということで今,、えー、今後ともよろしくお願いします。またいい動画をいっぱいね、今。 ストックがいっぱいありますので、5、6件ストックありますので、えー、徐々に出していきたいなと思っております。まあ、明日も明後日も、しあ後っも動画撮りますので、また溜まっていきます。ということで、はい、本日は最後までご視聴どうもありがとうございました。大森さんもいつもありがとうございます。ひよたまさんも毎回ありがとうございます。今んところ、えー、解禁症ですからね。はい、ということで、おやすみなさい。 さよなら。そして1000人達成ありがとうございました。さよなら。ああ、お腹減った。<laughs> さよなら。